ございます。旬代理メンバー24卒の高橋鈴香です。本日は私の最終面接までの3日間の動画を撮ってみました。最後には経過発表もできてると思うので最後まで見てくれたら嬉しいです。私この時まだ内定が1個も持ってなくて、で最終面接3日前っていう状況になってます。この日日曜日だったんですけど、日曜日は朝からカフェに行って、その最終面接で聞かれることをもう一回まとめたりとか、あと企業研究もうちょっと進めたりとか、あと今ちょっとなんか一人でブツブツ喋ってるかなって思うんですけど、質問に対しての回答を、まあ、ちゃんと流暢に自分の気持ちを込めて喋れるかっていうのを、まあ、こうやって口に確認していました。でこの日はカフェで4時間ぐらいかな、朝8時に行って12時頃まで面接の対策してました。で、この後は先輩が模擬面接をしてくれるっていうことだったので、先輩とズームをつないで模擬面接をしておりました。はい、この先輩は私が就活始めてから約3ヶ月間ぐらいずっと親身になって面接練習してくれたり ES 見てくれたりしてる本当にありがたい先輩です。で模擬面接終わってでこの日は模擬面接が12時から14時ぐらいまでやってたんですけど、その後家に帰ってちょっと休憩して、で、まあ、その後また夜からカフェに行って面接対策をしてました。こんな感じでノートにいろいろ書いてます。ちょっとまあ、疲れちゃったので本も見たりして、で本も見てたら南さんの本があったので、南さんの本も動画に収めておきました。南さんもいつもありがとうございます。日曜日面接3日前は終了です。2日前ですね、この日の予定はこのスケジュールにある感じで、でまたこの日も朝からカフェに来て、この日ですね大学のレポートやってました。そうなんです、私大学のレポートも期末期間とかぶって結構やばくて、タイムも落とせないし内定も取りたいっていうことでどっちも頑張ってるっていう感じです。で大学のレポートを5時間ぐらいやって、でまあその隙間時間に就活やったりして、その後長期インターンの仕事をしてました。で夜は前回の動画でも出てきたんですけど、同じカフェに行って友達と面接対策をしてました。で私この時めっちゃ緊張してて、友達にその緊張を聞いてもらってましたね。あとすごいとにかく不安で、私内定ゼロの状況で本当にこれまでにないぐらい不安で、これまでにないぐらい緊張してました。とにかく不安を紛らわせようと友達に励ましてもらってますね。で、まあ時間になったので朝も早いから家に帰って次の日の朝です。でこの日最終面接当日だったんですけど、前回の動画で言われたようにいつも通りの朝を過ごして、朝ごはん食べつつまた一人で、ね、家で面接対策をしてました。で実はこの動画には入ってないんですけど、この日も日曜日に面接練習してもらった先輩に面接練習してもらってて、本当にギリギリまで付き合ってもらってました。いやーこの時もめちゃめちゃ不安でしたね。いやー怖かったなー、なんかもうネガティブな方面でばっかり考えちゃって結構気持ち落ち込んでましたね。でこの時お母さんが送り出してくれたんですけど、私多分過度に応援したらストレスかなっていう風に思ってくれたのか、なんかあっさり送り出してくれて、それもまたありがたかったですね。いや多分家族とかもみんなその私の状況を YouTube で知ったので、すごい心配しつつ励ましてくれつつ応援してくれてました。本当になんか常に不安でしたね、この時期だけじゃなくって。でこの日この自分が作業してる以外に動画撮れなくってっていうのも緊張しすぎて、この後カフェ行って面接対策もう一回やって、でその後対面で本社の方にお伺いして面接をしてっていう流れになってました。でその後帰ってきて内定しました。おめでとう。はい、ありがとうございます。内定しました。ちょっと動きが本当に気持ち悪くて申し訳ないんですけど、面接したその当日に結果をいただいて無事内定することができました。これは後輩のケンティですね。すごい。ケンティも応援してくれて、いらってくれて嬉しかったです。でその後先輩たちにも報告しに行って、イエーイ。え？おめでとう。
はい、ということで、ここまで私の就活を応援してくださった皆様本当にありがとうございました。なんかまあこんなにさらっと結果報告じゃなくって、なんかちゃんとしっかり私の方から結果報告したりとか、まあ、どういう企業に行くのかとか、そういうお話もちゃんとできたらいいなっていうふうに思っているので、まあ、その結果報告動画も少しお待ちいただければと思います。とにかく本当にここまで応援してくださった皆さんありがとうございましたっていうのと、ここまで就活いろいろ助けてくれたダイアリーメンバーにもありがとうっていうのを伝えたいです。ということで、私の最終面接3日間 Vlog は以上になります。引き続きよろしくお願いします。バイバーイ。